どうもさっさんです。今回はですね、私さっさんが激推ししてますロボット掃除機メーカーエコバックスさんの新型モデル Dbot T30 Omni が登場したということで、この動画でレビューしていきたいと思います。この T30 Omni は従来モデルに加えて、もうパッと見でわかるぐらいね、形状が変更されたんですよ。まあ、このね、背面のステーション部分ですね。今までは角張ったデザインだったんですけども、今回の T30 Omni はちょっと丸みを帯びたね、可愛らしいデザインに変更されました。で、それだけじゃなくて、このステーションのサイズもね、かなりコンパクトになったんですよ。こういうオールインワンタイプのロボット掃除機って高機能なのはいいけど、まあ、その大きさのせいでね、ちょっと部屋に圧迫感出るので、まあ、それがね、嫌だなって思ってたんですけど、このぐらいのサイズであればね、そんなに広い部屋じゃなくても違和感なくね、使えるんじゃないかなと思いますね。それと、この T30 Omni に従来モデルと同じく、吸引だけじゃなくて、モップによる水拭き掃除にも対応してるんですね。しかもそれもね、全自動で、モップを濡らすところから、掃除が終わって、その汚れたモップをね、洗うところまで自動でね、やってくれるんですよ。ただそれには当然水が必要になります。で、その水を溜めておくタンクの仕様もね、変更になりまして、従来モデルは、綺麗な水を入れているタンクと、汚い水をね、排出する用のタンク。この2つが、このステーションのね、内部に入っていて、蓋がされてたんですよ。外からは見えないようになってました。でも今回のね、T30 Omni には、この正面に水のタンクがあるので、一時蓋を開けなくても、残量がね、確認しやすくなったんですよ。これ、オールインワンタイプのロボット掃除機あるあるなんですが、掃除しようと思ったタンクに水がないですとか言われて掃除できないっていうのが結構多いんですよ。でもこういう感じでね、確認しやすくなったことで、そういったね、掃除ができないなんて失敗もなくなるんじゃないかなと思います。で、他にも追加された新機能とかパワーアップした部分あるんですけども、実際にね、掃除しながら説明したいと思います。こちらがですね、エコバックスのスマホアプリなんですが、事前にですね、清掃メニュー設定する必要があるんですよ。まあ、全てね、自動で任せるっていうこともできるんですが、まあ、最初はね、設定した方がいいんじゃないかなと思いますね。一応ね、僕が今設定してるやつ上から見ていくと、吸引と水拭き、どちらも同時に行うように設定してます。もちろん吸引だけとかで、逆に水拭きだけもできるし、さらに吸引の後に水拭きをするみたいなこともできます。で、モップの水の量だったりとか、清掃回数。これ、吸引後の水拭きになってるから2回ってなってるんですけど、まあ、吸引とモップ掛けで、1にします。それと、吸引力の設定、清掃速度の設定、こんな感じで、まあ、決めておいて、あとは清掃開始すると、まあ、部屋中ね、綺麗にしてくれるっていう感じですね。で、清掃開始方法についても、このアプリからね、行うっていうこともできるんですが、いちいちスマホ取り出して、アプリ起動して、自動清掃をポチってやるのめんどくさいじゃないですか。それが今回のモデルからは、ロボット掃除機の先端をね、足でちょんってやると、清掃を開始してくれるようになったんですよ。はい、実際にやってみます。はい。はい、もうこれでね、掃除が始まるんですよ。今回のモデルは吸引力も実はかなりアップしていて、最大でね、1万1000パスカルでゴミをね、吸ってくれるんですよ。旧モデルに比べると2倍ぐらいのね、吸引力になってます。全然違いますよね。それと今、モップ、左右にね、モップ一つずつついてるんですが、右側がですね、ちょっと、こう外側に出てるの分かりますかね。外側にこういう風にせり出して、壁際も、効率的にね、水拭きしてくれるようになったんですよ。今まではね、どうしても、こう壁際、モップ掛けしにくかったんですよね。まあ、本体がね、丸型っていう形状もあってですね、なかなかこう、壁際まで綺麗にモップを掛けるの難しかったんですけども、今回のモデルはですね、この改良によってかなりね、壁際まで効率的に、清掃できるようになりました。まあ、ただ、なんかね、ブラシ、ロボット掃除機の前面にね、ブラシついてるんですけども、それが旧モデルは、左右の両方についてたんですよ。これがね、新型 T30 Omni では、右側前方だけになりました。まあ、右回りでね、主に清掃するから、左側はあんまりいらないということになったんですかね。まあ、それか本体のね、形状変更によって省略したのかちょっとわかんないんですけども、まあ、左側はね、ついてなくなりましたね。はい、こんな感じでですね、ピタッとこう壁際までモップかけられるんですよ。この角もね、結構キワキワまでモップがけできるようになったっていうのはかなりいいですよね。むちゃくちゃ壁に近い。
ロボット掃除機前方にはセンサーがついていて、これが旧モデルと同じものですね。でカメラもねこれついてないですね。上位モデルの X シリーズはねカメラも搭載されていて、それを使って、見守りカメラみたいにしてね使うこともできたんですが、まあ、このね T シリーズについては、カメラが省略されてます。まあ、とは言ってもね、しっかりこう障害物検知してゴンってすごい勢いでぶつかったりとかそういうことはねなかなかないので、まあそこは心配する必要ないかなとは思いますね。ちゃんとねこうぶつかる前に U ターンしてくれたりとか、あとは万が一ぶつかったとしても、ロボット掃除機本体のね前方クッションみたいな構造になってるので、まああんまりね気にしなくても大丈夫かなとは、思いますね。ちなみにロボット掃除機が清掃中にアプリを開くと、マップ上の今どの部分を清掃しているのかとか、どの部分はもう掃除が終わったのかっていうのを一目で、確認することができます。はい、キッチンの清掃が終わって、今度はリビング側ですね。でモップがね右に出てることによって壁際だけじゃなくてこういうね家具の周りもギリギリまで、モップ掛けできるんですよ。これ結構いいですよね。あと障害物を検知して避ける感度、これもねアプリから変更できるんですよ。ちょっとぶつかりすぎだなとかっていう風に思った場合はですね、感度標準から高感度に変えてあげるとぶつかりにくくなると思います。結構ねこういう狭い隙間まで入り込んで掃除してくれるんですよ。なかなか自分ではね、掃除するのめんどくさいと思うので、毎回だと自動でやってくれるのはねありがたいですよね。まあ、やっぱりね物理的にこうロボット掃除機が入り込めないこういう隙間とかはね、できないんですけども、まあ、そこはね、自分でたまに掃除してあげるとかそういう風にするといいんじゃないかなと思いますね。一応センサーについてはねケーブルとかも検知できるので、まあ、床にねなんかこう USB ケーブルとかスマホのね充電ケーブル散らかってても、大丈夫なようにはなってます。ただ万が一っていうことがあるので一応ね、ちゃんと片付けてからの方がいいとは思いますね。で今ですねこれちょっとモップが持ち上がってカーペットを回避したのお分かりいただけましたでしょうか。ちょっと今一瞬しかね、乗ってないんでまた改めてねお見せしたいんですけど、ロボット掃除機がねカーペットを自動認識して濡らさないようにしてくれるんですよ。はい、今ですね若干モップがこうカーペットに乗ってますね。こういう風にね端っこだけカーペットに乗っちゃった時はこう検知しきれずにねモップがこう触れちゃうこともあるんですけど、今半分ぐらい乗ってる場合はですねこれちゃんとね検知してモップ持ち上がってました。分かりにくいかもしれませんけど、はい、カーペットを検知してねモップを持ち上げてくれてますね。しかもこれねカーペットを検知してモップでの清掃をやめるだけじゃなくて吸引力もねこうカーペットやっぱりゴミが絡みやすいのでその部分だけね吸引力アップしてくれるんですよ。まあ、その分ね若干こう音っていうのは大きくはなってしまうんですが、特にねペットを飼っているご家庭とかだと、まあ、活躍してくれる、機能なんじゃないかなと思いますね。これこういうソファーの下とかテーブルの下かなり低いね、部分自分では掃除しにくい部分もね結構入り込んで細かく掃除してくれるっていうのはありがたいですよね。はい、ということでね清掃が完了しました。今聞こえたか分かんないんですけど、まあ、ステーションにね戻りますっていう、ガイダンスが流れて自分でねこういう風に勝手に帰っていてくれるんですよ。でオールインワンタイプのいいところっていうのはこの戻った後に背面のステーションにね吸引したゴミを吸い上げてくれるんですよ。はい、こんな感じでね、ゴミを背面のステーションに吸い上げてくれたので自分でね毎回、ゴミ箱にねロボット掃除機本体に溜まったゴミを捨てるっていう手間はないです。
最大で90日分のゴミをね、貯めておけるようになっているので、まあ、いっぱいになったら、自分でね紙パックは交換する必要がありますね。で今このなんかウィンウィンウィンっていう音がしてるんですけども、これはねモップを洗浄してくれてる音なんですよ。この T30M には従来モデルと同じく温水でのモップ洗浄に対応してるんですね。ただそのモップの洗浄温度、温水の温度っていうのがね今回から上がりまして、70度で洗浄してくれてます。僕もそうなんですけど、キッチン周りでねこれ使ってるので、まあ、やっぱ油汚れとかモップで掃除したらその後ただの水でモップを洗ってもねなかなか綺麗にならないと思うんですけど、まあ、70度とかのね温水であれば結構ねがっつり油汚れも綺麗になるんじゃないかなと思いますね。はい、今ねモップの洗浄が終わって、モップの温風乾燥が始まりました。洗ったモップをね濡れたまま放置してたら雑菌が繁殖してねモップ臭くなっちゃうと思うんですけど、温風乾燥までしてくれるのでいつでもね、清潔な状態で次のね、掃除を開始することができます。ちなみに清掃後のマップ確認してみるとこんな感じですね。もうちゃんとね部屋を網羅してくれてるんですよ。もちろんね家具がある部分とか、隙間にね入り込めない部分っていうのは掃除できないんですけども、基本的にはね、通り道すべてくまなく吸引そして水拭き掃除してくれますね。でもう一つ改良された点がありまして、今ね、Dbot ロボット掃除機本体が乗ってるこのトレイみたいな部分、これがね取り外せるようになったんですよ。旧モデルはねこれ取り外せなかったんで、この奥モップを洗浄してくれる部分を定期的にね掃除するのが難しかったんですけど、これはねこういう風に簡単に取り外せるので、この部分ね汚れてきたら、まあ、外してね洗面所で洗うとかそういったメンテナンスがしやすくなりました。これもね結構嬉しいポイントかなと思います。で最後に個人的にめちゃくちゃおすすめな機能をご紹介して終わりにしたいんですが、さっきですね清掃を開始するときにロボット掃除機本体を足でタップして開始しましたよね。まあ、それ以外にも、スマホのアプリからね操作したり、 Apple Watch にも対応しているので Apple Watch からね操作開始するってこともできるんですが、スケジュール機能、あらかじめいつ掃除するのか決めておくことができます。アプリの右上にね歯車マークありますよね。ここをタップして、予約清掃、今スケジュールはありませんってなってますが、ここに追加で、まあ、例えばですね、朝、8時半で繰り返し自分がね会社に行った後に自動で掃除させるみたいな設定ができるんですよ。これ曜日もね決められるので、平日だけね掃除させるようにして、まあ土日はねちょっと遅くまで寝てたいから掃除するとどうしてもちょっとうるさくなってしまうので、まあやめるとかね、そういう風にできるし、掃除するエリアについても、まあリビングだけとか、キッチンだけとか、こういう風にね、決めることができます。これマジでめちゃくちゃ便利なので、まあこのモデルだけね使えるっていうわけではないんですけども、エコバックスのねロボット掃除機持ってる方ぜひね試してみてください。はい、というわけで今回はエコバックスの新型ロボット掃除機 Dbot T30 Omni のレビューでございました。こういったオールインワンタイプのロボット掃除機本当に便利なので、まだね使ったことないとか、もしくは、ロボット掃除機はあるけどねオールインワンタイプじゃないなんて方はね、ぜひ一度試していただけたらなと思います。で今ですねこれ発売記念キャンペーンで、割引価格で購入できるんですよ。ちょっとね僕の動画できるのが遅くて、その価格で購入できるのが残りわずかにはなってしまったんですが、それプラスでエコバックスさんにこのチャンネル限定のクーポン発行していただきましたので、まあそれを使うとねさらに安く買うことができます。今回の動画でねちょっと気になったって方はぜひそちらのクーポンも使ってみてください。ということで今回は以上でございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。